はい、今日はちょっとすっぴんで動画を進めていきたいと思います。ご了承ください。はい、ということで、ニコニコハロー、ゆうでーす。今日は久しぶりにゆうのオリジナル T シャツ着てみました。そう、なんかこの T シャツ着ると不吉なことが起こるみたいなこと言われるんですけど、そんなことは一切ございません。まあ、買った馬画面に映ってないってことだけ気にすれば、はい、大丈夫だと思うので、今日は久しぶりに競馬予想をしたいと思います。明日開催の、宝塚記念の予想をしたいと思います。はい、まあ波乱の決着も珍しくないと言われているこの宝塚記念なんですけども、好走馬に共通するポイントとしては、2つあります。1つ目、6歳以上の馬は不振のようなんですよね。過去10年の結果から見ても6歳以上の馬の3着内率が 8% と苦戦しているようなんですよ。そう、 8% は結構低いですよね。で、次、極端な枠に入った馬、例えば1枠とか8枠とかね、そういう極端に、入った馬、枠の中に入った馬は、好成績のようなんですよ。で、過去の成績から見ても8枠の馬がなんと7勝もね、上げているんですよ。で、3着内率が、40.9% と優秀な成績を収めているんですよね。意外ですよね、びっくり。でね、8枠の馬をこう見てみたら、なんとクロノジェネシスがいたんですよ。怪しくないですか？来そうですよね。ってことで、ユーの注目馬なんですが、2頭います。1頭目、11番のラッキーライラックです。この馬に関しては、エリザベス女王杯と前走の大阪杯のパフォーマンスから見ても、直線で見せる末脚のね、爆発力がねすごいんですよ。そう、まあオルフェーブルのね血を受け継いだ影響はねありますよね。そう、なのでレース中にその末脚を生かしたパフォーマンスができれば、確実にラッキーライラックは3着以内に来るんじゃないかなって思います。次、2頭目がクロノジェネシスです。この馬に関しては、最近の走りから見てもその馬体のたくましさが出てて、さらに、安定感のあるパフォーマンスが、見られるんですよね。そう、まあ、あと梅雨の時期にも関係なく馬場のコンディションを問わない点も心強い点なんですよ。そう、なのでユウの買い目はこちらです。じゃん、はい、単勝複勝16番のクロノジェネシスです。単勝に1500円、複勝に5000円、そして馬連ワイドが、ラッキーライラックとクロノジェネシスの組み合わせで11と16、馬連が1500円、ワイドが2000円、合計で1万円で勝負したいと思います。皆さんはもう予想しました？ぜひコメント欄に、書き込んでくださいね。お待ちしてます。はい、で、明日の宝塚記念のその天気予報を見てみたんですよ。なんと雨模様だったんですよね。やだな、雨ってね、だって荒れるじゃんね。だからね、でもその雨にも負けない、ババコンディションにも負けないのがクロノジェネシスなんですよ。そう、ってことはあれ来ちゃうかって思ってね、ぜひ皆さんクロノジェネシス応援してくださいね。はい、では以上競馬予想でした。終わります。バイバーイ。